それではまずお話しいただくテーマはインチキ治療に惑わされないために。ご講演いただきますのは日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科部長の勝俣憲之先生です。それでは皆さんどうぞ拍手でお迎えください。勝俣先生どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本医科大学武蔵小杉病院で腫瘍内科をやっております勝俣憲之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。腫瘍内科ってまだご存じない方もいらっしゃる、今日午前中に近畿大学の中川先生も腫瘍内科ですが、腫瘍内科って 何するんですかっていうところなんですが、がんの、総合内科医と、よろず相談みたいな感じですかね。手術は私は外科ではないので、いたしませんけども、主に抗がん剤専門にやっていきますが、抗がん剤 しない方も見ますし、総合的に見る専門医だというふうに思っていただければというふうに思います。今日の、お題目 ですが、インチキ医療に惑わされないためにということをお話をさせていただきますが、最近やっぱり医療指定から始まってですね、インチキ的になってか、情報があふれすぎてしまって、中には患者さんを惑わす怪しいものもあるので、気をつけてほしいということで、スライドを作ってまいりました。私のところには私は川崎市、神奈川県川崎市にある病院に勤めておりますけれども、たくさんのがんの患者さんいらっしゃいますが、これは2年ぐらい前に来た患者さんなんですが、こんなことを言っておりました。卵巣がんと診断され、術後抗がん剤が必要と言われましたが、近藤誠先生ですね、近藤誠先生はご存知ですかね。がんになったら、手術もするな、抗がん剤は悪だみたいですね、放射線もやるななんていうこともご自身で、まだ何も治療するのは良くないみたいなことを言っている先生ですね。先生ですが、彼の本はベストセラーになってですね、近藤誠先生の本を読み、抗がん剤が悪だと分かりました。抗がん剤を拒否して、保険が効かない免疫療法とかですね、遺伝子治療、食事療法、ビタミン C 療法などをやって700万円使いましたと。ですけども、がんが治ると信じていたのに、再発しましたということですね。こんな方が結構多くなってきているということですね。ですので、今日のお話の内容は、インチキ医療、とんでも医療とはどんな感じなんでしょうか、インターネットのがん情報は信じられるんですか、信頼できる情報はどうやって探したらいいんでしょうかというふうな、ところを話していきたいと思います。これ皆さんご存知かもしれませんけれども、昨年の年末頃ですね、大手のDNA の会社さんが、医療情報を出していたウェルクっていう会社があってですね、そこが不正確な医療情報を流していたなんてことがあって謝罪会見をしたなんてことを、記憶にある方はいらっしゃるかと思いますが、医療情報ってやっぱり難しいんですけども、ここが出していた情報なんかはですね、肩こりは幽霊が原因だなんてことまで書いてたんですね。それさすがに信じる人いないだろうと思いますが、そんなことまで書いてたってことですよね。巷に書店に行きますとですね、こんな本がたくさん出てますよねってことで、食べ物だけでがんが消えたと、がんが封じる次元とかですね、温熱療法、いろいろありますよね。真ん中のやつは元国立がんセンター医師がなんて書いてありますね。末期がんを消した、超低分子不幸医だなんて書いてます。これよくよく元国立がんセンターって書いてますよね。私も国立がんセンターに東京の築地の国立がんセンター20年ぐらい勤めていたんですが、その時に患者さんがこれ持ってきて、不幸医団っていうのを国立がんセンターの先生も言ってるからやりたいんですけど、国立がんセンターに有名なさぞかし有名な先生でしょ、先生も知ってるでしょなんてことを言われたんですけど、私も20年もいるけどちょっと知らないななんて、いや絶対いるはずだから調べてくれっていうんですね。なのでしょうがないので医局の秘書さんに聞いたらですね、その先生知ってます、見学に来てましたなんてことを言うんです。見学に来てたってですね。ということで、そんな感じで結構患者さんを騙そうとしていますので、注意してほしいななんていうふうに思います。あとは先ほどの近藤誠先生というのも、もうがんになったら放置療法って、ほっときなさいって言ってですね、抗がん剤だけやめなさいなん、こんなような本を書いて、本当患者さんとしてはもう何が正しいのか、本当放置してよいのか、どうやってこの怪しい情報を見分けるのか、わけわからないといった
感じですよね。まあ、この食事に関して皆さん相当関心がおありだと思います。まあ、最近の流行り、を流行っている食事本を出してきましたけども、まあ、これら共通しているのはですね、まあ、がんが消えた、このケトン食なんて結構流行ってますよね。がんを遠ざけるケトン食、一番右はブドウ糖を断てばなんて書いてありますね。まあ、この食事情報を皆さんあって、がんの患者さんが結構信じてしまってですね、ブドウ糖をやめ、あれですね、まあ、ご飯食べるのもやめてですね、お肉もいけない、脂肪も良くない、もう何も食べるもないんですね。本当に野菜と玄米ぐらいみたいなことをやってる患者さんも結構いらっしゃってですね、今時の抗がん剤って副作用が少ないので、抗がん剤やりながら体重減るってことはあんまりないんですよね。まあ、抗がん剤ダイエットできませんからね。ですけども、私のやってる患者さんで抗がん剤をやってるんですけども、副作用が大してないのにどんどん体重が減っていくんですよ。でどうもおかしいと思って、ちゃんとご飯食べてますって言ったら、いや食べてないんですよって言うんですよね。私はこの食事療法を一生懸命やって概念を消そうと思ってですね、玄米菜食にして、ブドウ糖をほとんど食べてない、まあ、ケーキとかもちろんケーキ、ビスケット類ですね、お肉ももうがんと言われた時からやめてます。そしたらどんどん体重減っていくってですね、まあ、最近力もなくなってみたいな、どんどん元気がなくなっていくっていうので、まあ、これはちょっと怪しい情報なんですよ。まあ、とんでも情報だから、美味しく食べた方が気を、まあ、生活の質も上がりますから、ぜひしっかり食べてもいいんですよなんて言ったら涙流して喜んでですね、今日から食べますと焼肉食べて帰りましたけどね。なので、まあ、こういう情報はですね、まあ、ちょっと気をつけてほしいのは、これ薬機法って言って、昔薬事法って言ってたんですけども、効能効果を謳ってしまいますとですね、まあ、効能効果を謳えるのはちゃんと厚労省が承認したものだけなんですね。こういったもので効能効果を謳ってしまいますと、薬事法違反、逮捕されてしまいます。ですからこういった本の特徴は、治るとかって言ってないんですよ。消えるですよね、死滅、遠ざける、勝つとかね。逆に、まあ、書店でこんな消えるとかって書いてあったら、逆に怪しいと思って疑った方がいいかななんていうふうに思います。ただインターネットは、まあ、書物はまだいいんですけども、インターネットもっとひどいですね。インターネットは薬事法、薬機法というもので規制されてないんですね。なのでインターネットは治るとか効果があるとか言っても罰せられないんです。ですからインターネットの方がもっと危ないんですね。まあ、こんな例えば免疫力アップなんて、皆さん免疫力っていうのを信じてらっしゃるかもしれませんが、免疫力アップなんてすると、なんか怪しげな情報がどんどん出てくるわけですね。まあ、あとは、まあ、今日はインチキ医療、お医者さんがやってるから安心だろうって思うと大間違いでですね、これある、クリニックのホームページから持ってきたんですが、まあ、こんなようなビタミン C 療法とかですね、マイヤーズカクテル、グルタチオン、キレーション、まあ、こんなのをやると何でも治っちゃうみたいなことが書いてあるんですけどね、まあ、これは全て怪しい情報なので、まあ、これ全てほとんど保険が効かない、医療なんですね。誤解して後でもお話をしますけども、保険が効かなくていい治療があるんじゃないか、特別な治療があるんじゃないかっていうふうにも皆さん思いかもしれませんけども、それが大きな誤解なんですね。っていうところで、特にインターネットは気をつけてほしい。まあ、このとんでも医療、インチキ医療の定義はと言いますと、まあ、医者が行っている怪しい治療ですね、特にエビデンスに基づかない医療行為であって、自由診療で保険が効かないですよ、患者さんに有害、まあ、効果がないばかりか費用が高いし、ちゃんとした情報も知らされてない、お医者さんがやってるからといってむやみに信じると危ないんですよというところでしょうかね。例えばがん治療なんていうふうに、このインターネット、まあ、皆さんスマホでももうできると思いますけども、入れますとですね、いっぱいいろんなことが書いてあって、まあ、最先端の免疫療法でとかですね、諦めない治療なんて書いてますが、結構この広告が多いんですね。この辺全部広告です。まあ、広告のところは結構危ないというふうに思った方がいいんですけども、そんなところにも2万例以上の名医とかですね、最先端のなんて書いてあるので、まあ、気をつけて、くれぐれも気をつけていただきいただきたいんですが、こんなのをちょっとクリックをしてみますと、だいたい自由診療のクリニックが出てきて、まあ、最近は、まあ、手術後にこういった免疫細胞療法って言うんですけども、自浄細胞ワクチン療法195万円ですね、自由診療、手術予定ではなく最新の自浄細胞ワクチンで治したい、治療したい、これも195万円ですね。まずは免疫力を底上げして免疫力アップしたい、1回24万。
これ面白い、まあ、おまけに温熱マット1回1万円。温熱マットぐらいは自分でできるんじゃないかと思いますが、1万円ちょっと高すぎますよねみたいなね、こんなのがあるので、まあ、気をつけて、こういうのたくさんあるので気をつけていただきたいということですよね。あ、これはあの最近は海外の患者さんにもこういったあの外国籍の方、まあ、結構中国の方なんかも結構日本に来るらしいんで、まあ、日本の医療は世界最高だと信じてですね、日本に来てるんですが、こんなインチキ医療にはまったら本当に国際問題にもなりかねないかなと私は思ってるんですけれども、まあ、そんなこともやっているので非常に注意してほしいななんて思います。これはですね、最近ちょっと話題になったと思いますが、米国の国立がん研究所の、機関誌の、ですね、こんな発表があります。アメリカのがん登録のデータを利用して、乳がん、前立腺が、肺がん、大腸がんの患者さんで、まあ、初回の治療としてきちんとした標準治療をやったか、それ、標準治療をやらずに代替療法をやった人と比べるとですね、こんなにも、生存率が違いますと、約2倍ぐらい違いますなんていうことが、話題になったかというのを知っている方もいらっしゃるかと思います。ですので、まあ、きちんとこの標準療法っていうのは、これは、まあ、最善の治療、まあ、言うならば最高の治療なんですね。っていう、まあ、標準治療というのは全て保険診療になっています。保険が効かないもので標準療法になっているものはないと言っていいんですね。日本は素晴らしい皆保険の国で、今いい治療があればすぐに保険診療にするようになっています。まあ、ちょっと10年ぐらい前までは実は海外で先に承認されて日本で承認されないみたいなことはあったんですけども、今はもう海外でいい治療があればすぐに日本に入ってきますし、いい治療はどんなに高くてもですね、承認されます。まあ、最近の話題でニボルバム、免疫チェックポイント阻害剤なんていうのは年間1500万もかかるんですよ、保険が効かなければ。でもあれは保険がちゃんと効くようになりましたから、高くてもちゃんといい治療は保険適用にしますので、まあ、まず保険適用の治療をやっていればまずは安心というふうに思ってもらって、それ以外の治療を逆に怪しいと思ってもらった方がいいんですね。死亡率が 2.5 倍だと言われてますね。インターネットの情報、いろいろこれ私の後輩がやった研究ですけども、インターネット情報で正しいがん情報にヒットする確率は 50% 以下だなんてことを報告しています。これ我々もですね、日本医大医学生がやった研究で、昨年と今年のがん治療学会に発表したんですが、がん治療のインターネット情報どのくらい信頼できますか。 ABC に分けて A が一番信頼できる情報、日本のがん医療のインターネット情報 10% です、信頼できる情報で。 C というのは危ない、さっき言って、まあ、いろんな自由診療でお金を吹っかけてビジネスにしてるみたいなところが、危険有害なサイトが 39% もありますね。まあ、これから見るとですね、まあ、ほとんど信頼できないということになっちゃいますから、インターネットは見ない方がいいっていうぐらいにかなり危ないんですよっていうことを知っておいていただきたいと思います。まあ、いくつかお話をしましたが、この3つを覚えておくと、今日皆さんこの3つをぜひ覚えてですね、帰っていただければと思います。まあ、がん患者さんというのは本当、わらをもすがれた弱い気持ちですから、まあ、そういった患者さんの弱い気持ちを、まあ、食い物にするようなですね、まあ、お金儲けに、本当に患者さんって本当にすぐ騙されてしまいます。そういった弱い気持ちの患者さん、本当に何でもすがってやろうと思いますから、どんな治療でもちょっといいものだと思っちゃいますよね。そこにつけ込んで商売するような悪いやつがたくさんいるってことですね。その中にお医者さんもいますよってことですね。でこの3つですね。1番、がんが治る消えるという歌い文句、まあ、これが誘い文句ですよね。インターネットには消えるだけではなくて、まあ、効果があるなんてことを言ってますから十分に気をつけてください。2番目、保険が効かない自由診療。先ほど言ったように日本はもう皆保険でいい治療かなと保険適用になりますから、逆に保険が効かないというのは怪しいと思った方がいいですよね。3番目、体験談が載せられている。これも引っかかってしまうんですね。まあ、皆さん体験談が載ってた方が分かりやすいですよね。ああ、この人はこんなに聞いたんだみたいに思っちゃうかもしれませんが、そこが一番危ないところですよね。体験談わざと載っけて、まあ、分かりやすくしてですね、まあ、呼び込もうとして、体験談というのは、まあ、そもそもそれが本当かどうかも分かってないかったりしますね。まあ、そういったこういったインチキ医療をやっているところの体験談というのはちゃんとした学会報告もなかったりしますし、そのもの自体が怪しいですし、まあ、そもそも体験談という情報は、まあ、これからも話しますが、この後の大野先生も話しますが、一番医療情報の中では一番信頼が乏しいんですね。
ある一人の人にもし聞いたとしても私に聞くとは限らないんですね。がんというのは非常に難しい病気で、たった一人の人に効果があったからといって他の人に効果があるかどうかもわからないですね。多分何百人何千人とちゃんと研究しないとわからないということですので、体験談の情報というのはこれはとっつきやすいんですが気をつけていただきたい。まあ、体験談がある時点でこれはもう危ないと思った、体験談が載ってる時点でそのホームページは危ないと思った方がいいってぐらいなんですね。ではここで標準治療とは何かともう一回おさらいしますが、やっぱりどうしても皆さん最新治療っていうものにどうもなんかいい治療、もっといい治療が最新治療というものを受けたいなんていうふうに思わないかもしれませんが、最新治療はあくまでも研究的な治療なんですね。研究、臨床試験とか研究を経て承認されます。最新治療はまだまだいいかどうか分かってないんですね。失敗する研究もたくさんあります。ですけども一番大事なのはこの標準治療、まあ、最善の治療と書きますけど、最善または最高の治療と言ってもいいんですね。多くの研究の中から勝ち残った治療ですから、非常に素晴らしい治療ということが分かります。ですから標準治療をやっとけばとりあえず安心と思った方がいいんですね。実はですね、最新治療は標準治療ではないんですよ。まあ、例ですけども新しい抗がん剤、粒子線陽子線なんても結構やってますが、まだ粒子線陽子線完全な標準治療は、ね、ないですね。研究的な治療としてはやってますが、細胞実験レベルの治療とかがんワクチン、まあ、こういったものも全部研究的な治療なんですよ。研究的治療っていうのは基本的にはちゃんと研究であるということを患者さんにお話しして、研究内あるがゆえにこれはあなた、まあ、研究ですからあなたに本当にいいかどうか分かりません。将来の患者さんのためにボランティアとして研究に参加してくれませんかっていうのが本当なんですよね。ですからきちんとそういった情報を言わなければいけないですよね。で研究的治療でお金取っちゃダメです。基本的には研究、我々も抗がん剤研究しますけれども、基本的に研究的治療でお金取ることはやりません。お金取ったら怪しいと思った方がいいんですね。これが新薬開発までの過程なんですけども、なかなかがんの治療薬を開発するのは非常に難しいんですね。まあ、厳密な細胞実験、動物実験を経て、それから臨床試験、本当に人間に効くのか、ネズミに効くからといって人間に効くとは限らないんですね。これ新しい新規化合物が1万あったとして、基礎実験が終わって250の薬剤に絞られます。それで6.5年、それから臨床試験に入って、患者さん何百人何千人とやって、やっとそれでまたこれも非常に絞られてですね、やっと1個承認されるぐらいの確率ですから、非常に抗がん剤1個、がんの治療1つ開発するにも非常に難しいということなんですね。まあ、よくあるのはこの動物のネズミの実験でこんなにいい成績が出たから3年後に実用が期待されるなんてことはよく出ますよね。動物実験で成功したって臨床試験で成功する確率は 5% とも言われてますから、動物ネズミの実験で良かったっていうことも真に受けないでいただきたいんですね。まあ、この全過程15年ぐらいかかるんですね。1万分の1くらい、まあ、非常にがんの治療開発は難しいんですよということを知っておいていただきたいですね。このじゃあ研究、臨床研究、臨床治験とは試験とは何かということなんですけど、これは患者さんを対象とした研究なんですよ。ですのでこれネズミの実験するのとわけが違いますから、倫理的科学的に妥当であることが大切です。これはヘルシンキ宣言といって、これはまあ、ナチスドイツって知ってますかね。昔まあ、兵士を使って、人体実験をして、まあ、そのまま殺しちゃったりなんかもして、まあ、そんなような、それを医者がナチスドイツ、ドイツの昔医者がやってたんですね。それはですね、まあ、そういった非倫理的なことをしてたので、それじゃいかんということで、まあ、研究は、まあ、厳しく厳密にやりましょうなんていうのを作ったのがこれヘルシンキ宣言です。日本の、臨床研究というのもこのヘルシンキ宣言にのっとってやっています。ですから倫理的に正しい治療、科学的に正しい治療しか研究としてやっちゃいけないんですよと言われていますし、当然未承認の治療というのはまだいいかどうかも分かって、患者さん実験台にしているわけですから、これはお金取っちゃダメですよ。お金取るということはもう医療になっているわけですから、基本的にはお金を取ることはおかしいわけですね。ですので、まあ研究というものはお金を取るものじゃないんです。ボランティアとして参加してもらっているものなんですよということですよね。ただこの日本のとんでもいいよインチキ医療は非常にまずいのはですね、このヘルシンキ宣言違反
だと思いますね。なんでかっていうと、研究治療、まだ結果も出て研究的なのに、いいかどうかも分かっていないのに勝手にやってるんですね。これ自由診療って形で、これは本来ならば、研究的にやるはずなのに、まあ、一部のクリニックですよね、では自由診療って言って勝手にやっていることを、これは日本が認め、まあ、政府が認めちゃってますね。これは本当は認めるべきではないと私は思っています。いいかどうか分かんないですからね。特にお医者さんがやれば、お医者さんがやれば患者さんたち分からないから、いいものと思って信じてしまうんですよね。そこが一番問題だと私は思っています。まあ、そういったとんでも医療と呼ばれるものは、もちろん倫理委員会で審査されてなかったり、医学的に第三者がちゃんと評価はしてないでしょうし、研究であることちゃんと言ってますか。本当は研究的治療でお金取っちゃいけませんし、ちゃんと研究的な治療でだってことを、まあ、インフォードコンセントって言いますけれども、患者さんにお話をしていなかったりするので、本当は倫理規範のヘルシンキ宣言違反なので、まあ、非常にこれは非常に大きな問題だと私は思っていますので、ここは本当に日本政府、まあ、厚生労働省とかですね、もうちょっと考えなければいけないとこかな、なんていうふうには思っています。これ臨床試験の話をちょっとしますが、臨床試験、臨床研究の中で一番信頼ができる情報というのはランダム化比較試験といってですね、ある治療だけをやっても効果が本当かどうか分からないですね。実は対象群といってですね、比べてみないと分からない、まあ、現在の標準治療、新しい A という新治療があればですね、その治療が現在の標準治療と比べていいかどうか、ランダムに振り分けて長期的な経過を観察して初めて、いいかどうかということが分かるんですね。これが、まあ、臨床研究の中でも一番信頼できる、まあ、この結果をもとに実は厚労省もアメリカでも承認されるわけですね。ですからランダムに割り付けた比較臨床試験、ランダム化比較研究試験をもって承認されるんですよっていうふうに、知っておいていただければということなんですね。これ午前中に出た方は知るかもしれませんが、ニボルマブという免疫チェックポイント阻害剤の、これランダム化比較試験、第三相試験とも言うんですけども、それまでの標準治療のドセタキセルと比べて、ニボルマブと新しい治療が、これ何年も長期間見てですね、生存率が上回ってたという結果をもって承認になったという臨床研究の結果ですね。これは実は582人の患者さんを持って、承認になったんですね。ですので臨床試験をきっちりやると、まあ、500人程度のデータでもちゃんと結果が出て、いいか悪いか、臨床試験というのは試験ですから、いいか悪いかどうかをはっきりさせるための研究なんですね。まあ、それは実は 何万人もいらないんですよ。よく免疫療法クリニックで何万人の実績なんて書いてありますが、あれまともに何万人もやって結果が出ないってことは、まあダメじゃんってことなんですよね。実際きちんと臨床研究やれば500人でもいいかどうか分かるんですよってことですよね。何千人もやってて未だに承認されてないような治療はかなり危ないってことですよね。全然データが出てないってことですよね。まあこの正しい医療情報をどうやって見抜くかなんですけども、信頼度から言いますと、先ほどあったランダム化比較試験、優れた医学研究論文が一番信頼できるわけですが、だんだん下がっていってですね、学会発表の記事、新聞の記事、雑誌の記事、権威者の意見、体験談、インターネットの情報になってしまいますと、非常に信頼度が低くなりますよということを知って、また置いてください。ちょっと体験談ですね。これは医学情報の中でも一番低い情報。ちょっと難しく言いますとですね、このエビデンスレベルっていうものを知っておいても、これエビデンスレベル5段階あるんですけども、一番信頼できるのがレベル1の情報。レベル5になると一番信頼できない。エビデンスピラミッドなんて言うんですけどね。ただ信頼できる情報は少ないんですよってことですね。ランダム化比較試験のエビデンスなんでなかなか探そうと思っても一般的に目に入ることはあまりありません。ただこの情報が一番信頼ができるんですよってことですね。レベル2になりますと患者数の少ないランダム化比較試験、レベル3になりますと比較がない臨床研究、なんとかっていう治療方法を何十人にやりましたっていうのはレベル3なんですね。なんか分かりやすいですよ。なんとかっていう治療を何十人にやってこんだけ効果がありましたって言うと分かりやすいんですが、レベル3なんですよ。レベル4になりますと、まあ、2例以上、まあ、ちょっとは患者数があるってことですね。
レベル5は一例報告、まあ、体験談も含むってやつですね。臨床研究、基礎研究なんかもレベル5に入りますよということですね。このエビデンスレベルもできれば覚えてほしいんですが、この日頃からこのエビデンスレベルというのをつける癖をつけますと結構分かりやすくなります。このエビデンスレベルは数百人規模の患者数のランダム化比較試験の結果はレベルいくつでしょうかと言いますと、これレベル1ぐらい、先ほどのですね。次、超音波乳がんの150名の報告、まあ、これは比較がない研究になりますので、これレベル3から4になりますね。もう一回いいですか、このレベル1から5まで覚えてくださいね。レベル1が比較がしたランダム化比較試験、比較がないと3番になっちゃいますね。2例以上だと4で、レベル5が1例ですね。免疫細胞療法1000名の実績なんてのもよくネットに書いてありますが、これはどうでしょうか。1000例あってもですね、ちゃんとした医学研究でもなければ単なる実績になっちゃうと、これはレベル5ぐらいのレベルになっちゃいますね。単なる研究としてもやってなければレベル5になっちゃいます。マウス実験で著名な効果を示した新規分子標的薬、上田さんはどこ行っちゃいましたかね。上田さん、ちょっと少し練習問題でどうでしょうか、せっかくですから。どうですか、マウス実験の著名な効果を示したってどうですか。マウスですよね、はいはい、一見信じてしまうんですけれども、一見ね、はい、でもレベル1ではないし2ではない、はい、3ではない4、あれですね、うまく言ってくれ、まあ、レベル、実はマウス基礎研究っていうのは、はい、まだまだこれから臨床研究に入る時点ですと、はい、まあ、この信頼できる情報のランキングからするとレベル5なんですよってことですね。はい、まあ、患者さんに使える情報となりますから、マウス実験は5となりますね。はい、国立がんセンターで治療方針どうでしょうか。それはでも信頼できるんじゃないかと思ってしまいますね。はいはい、ですよね。これはレベルいくつですか。まあ、レベル1と言ってほしいところなんですが、はい、単にこれだけ治療方針どうですかなんて言ってしまうと、これなんですね。はい、がんに不濃い弾が効いたという体験談はどうでしょうか。体験談ですよね、はい、これはレベル5なんですね、はい、そうですね、これはレベル5ですよね。じゃ最後に勝又の声はどうですか、はい、コメントに困るって、はい、レベル1でいい、ありがとうございます、ね、まあ、レベル1と言ってほしいんですが、まあ、単に勝又の講演って言ったら5なんですよね。この不濃い弾体験談と同じですなんですよ。だから、まあ、人が言ったことを素直、まあ、素直な気持ちは大事なんですが、まあ、科学的に検証するってことを考えますと、鵜呑みにすんなよってことですよね。どんなに偉い人が言ったとしても、まあ、間違うこともありますし、人が言うってことは科学的に考えたらレベル5なんですよというふうに、科学的、あくまで科学的ですよ。素直な気持ち大事ですから、皆さんの素直な気持ちは大事にしてほしいと思いますがってことですね。素直な皆さんは勝又先生レベル5っていうのをメモ、はい、これからもよろしく、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼しました。ということで、まあ、じゃあ標準治療どこに書いてありますか、正しい情報どこに書いてありますかっていうと、なかなか見つけにくいんですが、まあ、このガイドライン、この、まあ、レベル1のことがとか、レベル1や2のエビデンスが書いてある診療ガイドラインと見てほしいんですが、なかなかこれ見つけにくいんですね。このマインズっていう厚労省が委託事業をしているところには、がんの情報だけでなくていろんな疾患のガイドライン書いてますから、まあ、マインズと調べるとネットで見ると出てきます。ただ、まあ、患者さん向けに書いてあるの一部なので分かりにくいんですが、ぜひ、まあ、マインズっていうのは知っておいてください。あとはがんの情報に関しては国立がんセンターとかですね、あとは先端医療財団が作っている、これはアメリカの、ガイドラインを日本語訳したものがあります。 NCI-PDQ っていうのを調べますと、まあ、がんはこのあたりを見とけば大丈夫、まあ、他を見る必要ないっていうぐらいですね。あとマインズっていうのもありますよという感じですかね。マインズってこんな感じのホームページになってますので、まあ、ぜひかなり、まあ、かなり詳細に書いてますから、よく勉強したい方はここがおすすめではありますねってことですね。あ、ビタミン C 療法、小野先生も言われると思いますが、ビタミン C 療法皆さん興味がある方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、結構これは RCD って先ほどランダム化比較試験の、エビデンスを持って否定的なエビデンスが特に傾向のやつは否定されていますよと、全くランダム化比較試験でいいというエビデンスが一つもないんですよということです、ビタミン C に関しては。あと免疫療法に関しても興味
がお持ちだと思いますが、これガイドラインとかで出ましてですね、ガイドラインというのはエビデンスをまとめたものなんですね。これ学会で作ったガイドラインなんですが、まあ、ガイドライン見ますと免疫療法もいろいろな免疫療法がありますが、まあ、あのガイドラインで進めているのはこの免疫、先ほどあったオブジーボ、ニボルマブですよね。免疫チェックポイント阻害剤はきちんとしたエビデンスがあるのでお勧めできますが、その他の免疫細胞療法っていうものは一つも進められてないということですよね。まあ、そういったものはあのガイドラインでは進めてもいませんし、保険って、まあ、効果がないので、効果が あると実証がありませんから、保険でももちろん国も承認してないという現実なんですよ、ということですね。実はこのまあこういったあの未承認の治療薬というまあ治療に関しては海外ではかなり厳しく規制されています。これ日本だけなんですね。この未承認、国が承認していない医療を勝手に自由診療でやってもいいなんてことを言っているのは日本だけですね。これ米国、ヨーロッパ、先進諸国はかなり厳しく、特にがん医療に関してはかなり厳しく規制しています。米国の法律でもですね、臨床試験届というのがあって、すべての未承認薬の臨床研究を行う場合、これ FDA というのはあのアメリカの薬を承認する機関なんですけれども、そこに届けなきゃいけないと、厳密に審査されます。日本は実はこの未承認治療、もちろん一部は届けて、まあ、承認もらうためにやるんですけども、自由診療で勝手にやってもいいことになっちゃってるんですね。それ本当はまずいですよね。患者さんにいいかどうかも分かってないのにお金取っちゃってますから、これ非常に大きな問題だとは思っております。ただやっぱりこれ規制すべきだってことは、やっぱりやっと少しずつ声が上がってきてですね、日本現在どうなってるかというと、やっとインターネットのこういう怪しいのは規制しますというふうになってきました。これは医療法改正といってですね、今年の6月にやっとこれが承認されました。今までこのインターネットの医療情報に関しては全く規制外なんですね。本当は今医療広告規制というのがあってですね、効能効果をうたってしまったりですね、効果があるとかいうふうに、効果がないもの効果があると、誇大広告なんていうのは禁止はされているはずだったんですが、インターネットは今まで、今年の6月までですよ、インターネット情報は何書いても罰せられなかったんですよ。だからインターネット情報も非常に怪しいものばっかりですよね。やっと規制しましょうよという法律が通ったんですね。ただまだ規制は始まっていません。今テスト期間で来年の6月から正式に発令されるそうなので、今はまあ試行段階って感じですが、ただ医療機関、まあ、こんなホームページもできてですね、怪しい情報があったら、まあ、ここに通報してくださいよと、お電話でもできますし、メールでもできますので、まあ、怪しい医療機関があったらここにぜひどんどん追放してほしいと。これ来年になったら厳しく規制されるだろうというふうに思いますので、そういうのはぜひ規制してくださいということですね。まあ、もう一度ですが、正しい情報かどうかを見極めるために、ぜひまあ気をつけてくださいということですね。まずはデータの元の記載ですよね。できれば学会とかガイドラインに基づく、ちゃんとエビデンスに基づくところですよね。まあ、ほとんどインチキ医療なんていうのはガイドラインとかを全く引用してません。なんかもっともな文献とか学会報告しましたなんてありますがですね、学会報告って誰でもできるので、学会報告内だと本当は危ないんですけどね、ガイドラインとかに準拠してるかどうかですよね。あとは、まあ、そのインターネットサイトが結局なんか売りつけているもの、自由診療でなんかを売りつけている、サプリメントとか自由診療なんか誘導しているところが多いので、まあ、気をつけてくださいですね。あと誇大広告ですね。まあ、大抵いいことばっかしか書いてないですね。いいことばっかしか書いてないやつは気をつけた方がいいですよね。必ずどんなにいい治療でも必ず副作用がありますね。いいことばっかり言ってるところは逆に気をつけてくださいよということですね。最後のスライドですが、これで私の話を終わらせていただきますけれども、まあ、この、EBM って言葉ご存知ですかね、エビデンスベースメディスンって言うんですけども、まあ、今の日本の医療というのは、まあ、エビデンスを重要視した医療だというふうに言われてますが、まあ、こういったインチキ医療に引っかかってしまう、まあ、とんでも医療っていうのは、これはこれ患者さんに罪はないと私は思っています。これは本当はやっている医者側が悪いので、これ専門でないとですね、お医者さんでも騙されてしまいますから、まあ、これは患者さんが騙されるのは無理はない、罪はない、悪くはないと思います。
で本当は我々医療者がですね、もっと患者さんの話を聞いて、それだダメだよって否定するだけではなくてですね、まあ、頭からダメだよって否定してしまうとですね、患者さんは隠れてやったりするんですね。ですし、中にはですね、こんなダメだとかって言って、こんなインチキ療法やんだったらもう自分のところでは治療はできないって追い出してしまうような医療機関があるんですけど、それはますます患者さんが困る状況になりますよね。ですから本当は大事なのはこのエビデンスを重視した医療だけではなくって、この NBM っていうんですが、ナラティブベースメディスン、これは患者さんとコミュニケーションをうまくコミュニケーションを取るとか対話をしていくっていう医療、これ大事なんですよ。これ日本の医療に、まあ、大きく欠けているところですね。本当は患者さんのそういったインチキ医療に走ってしまう気持ちをしっかり聞いてですね、ゆっくり話を聞いて、お気持ち分かります、本当に苦しいからそういうふうにすがってしまうんですよね、みたいな、そういう感じでコミュニケーションをうまく取ると、実はそれはあなたにとっては決していいもんじゃないんですよ、みたいな話をうまくちゃんときちんと丁寧にしてくれさえすれば、患者さんはそんなにインチキに引っかかりたいと思ってないですからね。ちゃんと医療者がうまくコミュニケーションを取って説明してくれればいいんですが、なかなか日本のお医者さん忙しいですからね、なかなか話もしてくんない、顔も見てくんないお医者さんまだいますけども、まあ、そこのところは、まあ、これから の日本の医療の課題としてですね、こういった患者さんを大切に、患者さんの話をよく聞くとかですね、まあ、そういった医療が我々に、まあ、課せられている、まあ、課題かななんていうふうに、思ったりしております。ということで今日の私のお話はこれで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。